こんにちは、佐久総合病院の座高寺と言います。座高寺類の夫です。言わなくても分かると思うんですけど、でもそうやって自己紹介できるの僕すごく嬉しいなと思っています。最初の皆さんの手元にあるパンフレットの 2,3 ページを開くと大きな鹿の角が生えていて、その脇に彼女がどんな気持ちでこのイベントを始めたのかということが書いてあります。いつも座高寺さんの奥さん、あるいは凛太郎くんのお母さん、そうやって言われるのが、まあ、どっかですっきりしない、そんな気持ちがあったんだそうです。で、僕は彼女がこういうイベントを始めていろんなところで評価されるとか、いろんな人に慕ってもらえるっていうことにとっても嬉しいんだけど、自分の気持ちがついていかない、そんな半年間でもありました。まあ、ちょっと本編とは関係ないんですけど、本当に今日この日をこうやって多くの皆さんに応援していただいて迎えることができたことをとっても嬉しく思っています。ありがとうございます。今日僕どんな話をするかと言いますと、全然関係なさそうな地域医療と国際保険、これって実は結構似てるとこが多いんじゃないかなっていうのをみんなと共有したいと思ってここに来ました。まあ、全然関係ないように見えるんですけどね、医療を志す若い人って世界の子どもたちの健康に貢献したいとか、そんなきっかけがあって目指す人って少なくないと思うんですね。例えば名古屋大の医学部生に聞いてみると、全体の半数ぐらいは国際保険に関わりを持ってみたいななんて言ってくれてる。だけど実際になかなかやる人はいないっていうのは難しいところです。私自身も、国際保険、公衆衛生、まあ、そういうのに関わりたいなと思って医療者を目指したわけですけれども、そのきっかけは15歳、中学校を卒業して、自分が1年間学校を休んでギャップイヤーを取った時でした。将来どんなことやりたいんだろう、とても悩んでいました。なんで自分は勉強してるんだろう、まあ、青臭く聞こえるかもしれないんですけれども、私はそれが分からなくて、それまで学校の建物の中にいたのを飛び出して自転車に乗って日本国内を野宿して回りました。お金も全然なかった、コンビニで、アルバイトをして貯めた30万円で半年間旅行してましたから、全然お金がなくて、行き先々で公園で寝てるとお風呂入ってきなよって声かけてもらったりとか、自転車こいでるとご飯食べてきなよって朝ごはんに誘ってもらったりとか、まあ、そういうのでいろんな人の優しさに触れて、やっとこう建物の外に出て、まあ、いろんな人を信頼し始めるっていう、そんなきっかけでした。まあ、この目を見てもらうと人を信用してないのがよくわかると思うんですけど、僕この時16歳で、この1年間、まあ、僕にとっては非常に苦しい1年間でした。だけどこの1年間ほとんど写真がない中で、まあ、数少ない1枚が成田空港を出発する前夜に、撮ってもらった写真です。で、今日この写真を撮ってくれた人を会場に招いていますので、ちょうど、まあ、母の日なもんですから、カメラさん申し訳ない、僕ちょっと動いちゃいますけど、こんな僕を、はい、送り出してくれる人がいたから。で、この時僕はネパールの山奥で公衆衛生をやる医者を目指したいなというふうに志しました。まあ、どんな経験だったかというと、首都のカトマンズで出会った経済学部の学生のラマ君という人が、週末僕の実家に遊びにおいでよというふうに誘ってくれたんですね。じゃあ、まあ、2、3時間でデイトリップみたいな感じなのかなと思ってついていきました。で、最初バスに乗って1時間ぐらい隣町の確かコトゥンジという町まで行って、でそこから歩き始めるんですね。で、歩いて歩いて2時間経っても3時間経っても着かない。道はですね、こう20メートルぐらい崖がピューってあって、で歩くところは15センチとか20センチとか、そんな砂利道の狭いところで、その下はまた20メートルぐらい崖になってて、まあ、そんなところをラマ君と僕ともう一人の友人で3人でこうやって歩いていく。向こう側から人が来たりとかしてもなかなかすれ違えない、そんな狭いところですね。で、まだ着かない。3時間、4時間、5時間、着いたのはドゥリケルっていう町。そこで一泊泊まりますって言われまして、まだ着かなかったんですね。で、そこからもう10時間、翌日歩いて、モンゴルタール村っていうところに着くまでに丸2日かかりました。で、着いて最初に案内されたのは町の水源です。水源、どこで水を汲むのか。で、彼に連れて行かれたのは川の上流のところで、中州から水が湧き出ている。で、ここの水は清潔だから僕ら飲み水として使っているというふうに紹介されました。
で野菜を洗ったりとかお皿を洗ったり洗濯をしたりするのは中流だと。で用を足すときには下流に行ってそこで、まあ、湿原みたいになっているのでそこでこうやってしゃがんでこうその用を足してそのままお尻をすすぐと、そんな風にするんですね。で僕も2日間苦楽を共にした友人がここが安全な水の水源ですよと紹介してくれて、目の前でこうやってすくって飲んでいますから美味しそうだなと思って一緒に飲んだ。飲みますよね。でも翌日どうなっちゃったのか多分皆さん想像つくと思うんですけど、まあ、朝から晩までずっと下痢ですよね。何度も何度も、まあ、もう湿原まで行くのも間に合わないぐらい、途中でしゃがんで用を足してしまわないといけないぐらい、もう2時間3時間おきに下痢に悩まされちゃう、そんな経験でした。途上国で子どもたちが命を落とす主要な原因は例えば下痢症です。じゃあこれを減らすにはどうすればいいんだというのが、16歳の僕がこのネパールの山奥で自分の人生の目的を見つけた瞬間でした。もちろん点滴したり薬を使ったり病院で治療したり、そういうのは病気を治すためには非常に重要だと思うんですね。だけど例えばその水をですね、上流中流下流ってさっき言ってましたけど、うんちをすすいだような水をまた飲んで次々に下痢で困る子どもたちが生まれてしまうとすると、病気の治療をするっていうことだけでは問題の根本的な解決につながらないんじゃないかと。もっと大事なのは安全な水を確保したりとか、トイレを水源から隔離して設置したりとか、そもそも川の水汲んで飲んじゃいかんぞということを伝える、つまり教育、安全な水、トイレ、こういう基本的な予防っていうところを重視するのが大事なんじゃないかと、そういうふうに感じた経験です。これプライマリーヘルスケアっていう考え方です。メディカルケア、ヘルスケア、つまり治療とかっていうのとはちょっと一歩引いて、生活の中でどういう改善をすると人々の健康がもっと改善できるのかという考え方。1978年カザフスタンのアルマータっていうところで、アルマアタ宣言というプライマリーヘルスケアを初めて定義した会合がありましたけれども、世界から東西冷戦で、いがみ合っている時代に143カ国から保険に関わる人々が集まって、このプライマリーのところをしっかりやろう、で2000年までに地球上のすべての人に健康を届けよう、そうやって宣言をしました。今2014年、世界中まだ20億以上の人がトイレの、自宅の中にトイレがない生活を続けています。さてその上流を考えるということですけれども、まあ、このネパールでは、1999年16歳の僕がモンゴルタール村を訪れた時には10人のうち1人は5歳の誕生日を迎えていませんでした。それがたった10年の間にプライマリーヘルスケア、予防、水の安全、教育、半減をしています。もちろん、まあ、日本の乳児死亡率 3.5 に比べれば非常にまだまだ高い水準で、先進省に対して40ですけれども、まあ、横軸の1人当たりのインカムパーパーソン、収入が伸びていない時にもその国の健康支援は着実に改善していたというのは意味のあることだというふうに思います。さて、まあ、ちょっと今までは僕の思い出話だったんですけど、皆さんがお住まいのこの柵っていうのは世界最先端の地域医療の現場でも何がすごいんでしょうか。もちろん長生きですよね。長野県、日本で一番長生きですから、まあ、言ってみれば世界で一番長生きっていうことなんですけど、まあ、単に長生きっていうことじゃなくて安いっていうのが驚くべきこと。長生きすれば普通病院に行って長いこと生きればいろんな治療を受けたりとかしてお金がかかるのが自然だけど、そうじゃない。じゃあどうしてなんでしょうか。現在今でこそ日本の中で一番長生きなこの柵ですけれども、50年遡ると全然そんなことなかったんですね。ということはこの50年間の間に私たちが、そして私たちのお父さんお母さんたちが、おじいちゃんおばあちゃんたちがやってきたことが私たちの今のこの健康長寿、そしてお金がかからない、そして幸せの背景にあるんだというふうに思います。
を見てもらうと、左端が福岡とか北海道、右端が長野県、新潟県、山形県、県別に見ると 1.5 倍も差があるんですね。まあ、少し古いデータで今も順位は微妙な変化はありますけれども、まあ、これだけ長生きで、どうしてこんなに安くなっちゃうんだと、いろんな人が疑問に思っているし、私もまだ答えもわからないし、いろんな人が何がこれにいい影響を与えているんだと検討しているところです。まあ、一つ言われているのは、やっぱり働くご高齢者の方が多いということ。うちの奥さんと息子の凛太郎、そして秀ばあちゃん88歳で、このカゴはですね、単に野菜を運ぶために持っているんじゃなくて、彼女は膝が悪いので家の中でもカゴをついて移動している。でもそんなおばあちゃんが畑に出ると人が変わったようにこう動き回って、ひ孫のために野菜を作って食べさせる。それは単に体を動かすからいいとかそういう次元の問題ではなくて、家の中、社会の中で役割がある、必要とされている、そういうふうに感じることができるということが大事なんじゃないかなと思います。それから病院で亡くなる方が非常に少ない場所ですよね。つい先月、末期のがんの方を外来で見ることがありました。で、その診断をして告知をしたその日に、僕は彼女に言いました。どこで治療したいですかと。病院でもいいし家でもいいです。それが選べる場所、それが策です。まあ、もちろん医師が行くっていうのもそうだけれども、とっても充実しているのは看護師さんですね。24時間いつでも相談できる。これは日本全国の中で長野県は訪問看護の量が一番多いんですけど、策がダントツです。そして策の中でこのコスモホールがある臼田、ここが柵の中でもダントツ利用が多い場所なんですね。まあ、皆さん当たり前のように感じていると思いますけれども、家で最後まで療養ができるっていう、これすごいことですよね。それから診断、死亡診断書、人が亡くなった時に私たちが書く文書で病名をつける欄がありますけれども、ここに老衰、これ別に病名がわからないから老衰って書いてるわけではなくて、この方と20年30年とお付き合いをしてきて、老衰というしか他に言いようがないですよねという時にこうやって書く。で、これを患者様もご家族の方も医療者もみんな納得できる。これって素敵だなというふうに思います。また順位をつけるのは難しいですけれども、脈々と引き継がれた健康づくりの運動、まあ、健康報道員さんとか、あるいは健康手帳っていうのを持って外来に現れるおじいちゃんおばあちゃんたち、もう 2,30 年前から同じ手帳を使っているので、すごい熱くなっていてボロボロなんですけど、すごいんですよ。歴代 の, 担当した医者の名前が書いてあって、血圧なりどんな検査した、どんな病状の伝え方をしたっていうのは全部持ってる。だから患者さん自身がカルテを持つということを何十年も前からこの地域の人たちはやってたということですよね。まあ、今見てきたことが長野県がすごい理由なんですけど、じゃあこの共通点って何なんだと、もう一回ちょっと見てみると、ここに全部通じているのは、健康長寿は病院じゃない、病院で起こってるんじゃなくて、それ以外の場所で起こってるんだっていうことだと思うんですね。1000人の人がいる町で1ヶ月間経過を見ると、だいたい750人ぐらいの人が体調を崩します。だけど病院に行くのはそのうちの3分の1だけ。だから病院で私たちが待っているとほとんどの人とは関わりを持つことができない。だけど大事なのはこっちの部分ですよね。健康な人、健康じゃないけどなんとなく我慢してやり過ごしてしまっている人、この人たちに働きかけないとダメだと。さっきのネパールの話で言えば、まあ、病気の治療をするのは大事です。それは我々の仕事です。だけどそれは、まあ、若月の言葉を借りれば、5が外来で3が病棟だけど、2の公衆衛生活動の部分、その病気のもともとの原因が何なのか、それをどうやって変えられるのかというところを無視できないと。予防は治療に勝る、住民が主役、プライマリーヘルスケア、それがこの柵を、この長野を長生き、そして健康、そして安い、そして幸せ、すごいところにしてしまった、スターダムに押し上げた背景にあるものなんですね。
住民参加を口にするのはたやすいけれども実行するのは大変ですと若月は言いながら、彼が柵に来た時、患者たちは病院になかなか来なかった。お腹が痛くても家で我慢して我慢して我慢して、虫垂が破裂して腹膜炎になるまで家で我慢してた。それはなぜかというと、当時医者にかかることを医者をあげるっていうふうに言ってたんですね。この地域では芸者を家に呼ぶのと同じで、そのぐらいお金がかかって家が破産しちゃうぐらいだと。だからみんな我慢して我慢して我慢して死んでいった。来た時には遠くれになってしまっていた。そこで私たちの先輩は考えた。病院から出て地域に行って、地域で患者さんを見つけてきてしまおう。でそこにとどまらない。これだと病気を早く見つけて早く治療するというところだけれども、元気な人たち、それからまだちょっと具合悪いんだけれど我慢してしまっている人たち、その人たちに働きかけようとして始まったのがこういった出張診療の後の劇なんですね。で病院を地域の人に開こうと言って病院でお祭りを始めてしまった。これ70年前。そして今も研修医たちが同じように劇をやっている。ちょうど来週お祭りがあるんですけどね。私が今日皆さんにお伝えしたいのは、国際保険と地域医療って全く別個のようでいて、根本のそのプライマリーヘルスケアの考え方、住民が大事ですよというところではほとんど同じようなものだということ、そしてこれをぜひ柵で国際保険勉強するような環境を作りたいなということです。先ほど半分ぐらいの学生は興味を持ってくれてるって申し上げましたけれども、実際にこれをキャリアとして選ぶ人は一つの学年の中で一人いるかいないかぐらいです。どうしてそんなにみんなやりたいと思ってるのにできないのかっていうと、そもそもトレーニングを積む場がないんですね。でも考えてみたら柵でやらない理由がない。で私たちみんなで委員会っていうのを作りまして、こういう人たちを応援する活動をして、国際保健セミナーなんてやってみたら、日本中から60人若い人たちが集まって地域医療と国際保健をここで学ぶということをやりました。この笑顔を見てもらうと、いかにこういうチャンスが求められていたのかというのはお分かりいただけるんじゃないかと思います。そして、国際保険やろうと思っても、例えば仕事辞めていかないとダメだとか、お給料が出ないとかっていうじゃみんなできないので、現職参加という仕組みをこの2月に作りました。まだ一人も実際にはこの制度を使っているわけではないんですけれども、病院としてこういう若い人たちを応援したい、そんな気持ちでやっています。昨年の11月に大きな台風でフィリピン大学にある医学部のレイテ分校が完全に機能を停止をしました。これ地域医療のメッカとも言われていた重要な学校ですが、皆さんに私どもからお願いをして、昨の皆さん、そして日本の皆さんから500万円の支援金が集まって、3ヶ月後に授業を再開することができました。この昨から世界に健康づくりを広げたい。これは単に病院の社会的な責任ということではなくて、この地域で暮らしている皆さんと一緒にぜひやりたい。ぜひ皆さんのお力をお借りして、この昨から世界に私たちの経験を伝えたい、そんなふうに思っています。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。